今日はサンプラーを使って作業したいと思います。サンプラーってなんとや、まあいわゆるレコードとかそこら辺のマイクで撮った音を取り込んで音楽にしてしまうような楽器なんだけど、これがサンプラー。これ赤いの MPC-1 って言って比較的新しいタイプのサンプラーなんだけど、まあ奮発して買って1年前か2年前ぐらいに買ったんだな。2年前に買ったのか。2年前に買ったんだ。俺大体こういうシーケンサーで音楽作るのが得意なんで、サンプラーなくてもある程度それなりの形のものはできるんだけど、サンプラーに一回価値上げると、ぶつ切り感が出るから、レコードでもヒップホップの人とかぶつ切りでやってるでしょ。あれがね、できるんだ。で、ここの赤い矢印、これがいわゆるこの線まで、あのメーターが行くと、ここを押すとこの線までメーターが行くと、ここの録音ボタンを押すと、ここの線までメーターが行くと、ここの赤い矢印までメーターが行くと自動的に録音が始まるんで、サンプリングが始まるっていう仕組みになってます。まあこういう感じで一通り撮っていくんだけど、ぶつ切りにしてどこを使うかっていうのは結構あれなんだな。ここのパッドにぶつ切りにしたのを並べて、それでここを押さえな叩きながら、あの即興的にあのぶつ切りにしたのを入れ替えたりとか繰り返したりとかしながら音楽を作っていくんだ。それでこういう波形が出てくるんだけど、音の波形がここに出てくる。ビリビリってビリビリって言ってくる、この心電図みたいにね。これをぶつ切りにして、ぶつ切りにしたのをここの、あのパッドに振り分けて、それで入れ替えて叩いたりとか、繰り返したりとか、まあそういう感じで音楽を即興的にドラムみたいに今まで撮ったのを演奏していくっていう、それをまた録音してトラックを作っていくっていう、こういう仕組み。Thank you.
今は片手だから反射神経なく両手でやった方がもっと上手にできマシにできるんだけど、ちょっとカメラを置く位置か家族が帰ってくるかちょっとリハーサルして、ちょっとあ もっぺん後で撮るからちょっと待ってください。じゃあとりあえず一遍試しにやってみようかって感じで。感じでこんな感じで、まあシーケンサーとサンプラーだけで、まあ夕方になったらちょっとこのエフェクターのカオスパッドも使ってみようかなと思ってんで、カオスパッドに価値上げながらあのシーケンサーのあれをもうちょっとエディットちゃんとした細かくした方がいいね。あとあのパッドの仕方俺タイミング悪いよね。テレビゲームっていうかあのビデオゲーム苦手だから、あのこういう反射神経よくないんだ残念でしたっていう、まあちょっともうちょっと練習します。今日一日練習してみます。